はい、皆さんこんにちは、新町 TV へようこそ。本日ご紹介する商品はこちらになります。 EGSMX さんご提供のゲーミングヘッドセットになります。それでは開封してみます。中に入ってたのはこのヘッドセット本体、オレンジ色、取扱説明書、英語と中国語、日本語なしです。で、 USB は給電ですね。で、こちらマイク、ヘッドホンという形になります。それでは、PC の方に繋いでみます。はい、接続してみました。光るのはこんな感じですね。こちらとこちらとこちら、これが USB を繋いだ状態です。でもちろん USB を抜くと光りません。で、これでこれだけでもヘッドセットも作動します。そうですね、重量非常に軽いです。あとですね、手元のここのスイッチでオンオフができます。あと音量調節のボタンもついてます。はい、装着した感じはこんな感じになります。なかなかかっこいいヘッドセットだと思います。それではですね、 PC 以外携帯にも使えるかどうかやってみます。携帯電話はここ一つですので、ヘッドホン端子のみの入力でやってみます。聞こえてます。はい、携帯電話、こちらエクスペリア Z3 ですけども、こちらでも使えました。ただですね、一応 PC 専用って書いてありますので、これはまあできない場合もあるかと、機種によってはできないものもあると思います。 Google のハンガードと Yahoo のライブストリーム、あとニコ生ですかね、一応やってみました。マイクの方も使いました。スカイプの方に不具合があるみたいなことが書かれてますけども、そっちはちょっと私では検証ができないので、はい、申し訳ないです。で、全体的に非常に軽い作りで、まあ、あと、まあ、かっこいいですよね。まあ、そのゲーム以外にも、まあ、ちょっと中二病っぽいっちゃ中二病っぽいですけども、まあ、かっこいいヘッドセットが欲しいと思われている方には非常におすすめだと思います。値段の方もですね、3880円、なかなかコストパフォーマンスは高いと思います。ゲームだけではなくてですね、まあ、音楽を聴くだけ、音楽とかあと PC で映画を見られる方には非常におすすめなんじゃないかなと思います。で、詳細につきましては、説明欄の方に貼っておきますので、そちらをご覧ください。このヘッドセット購入検討されてはいかがでしょうか。はい、それではこの動画がよろしければグッドボタン、拡散をよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。